はい、それでは撮影の公開します。私今調布駅前におります。はい、調布駅前ご通行中の皆様こんにちは。はい、私政治家女子48と、国政政党でございます参議院議員の浜田聡でございます。今回ですね、はい、調布駅前に、隣におられます、川辺美香さんの応援に来させていただきましたということで、まあ、このね、私の話している様子は、私の動画、はい、撮影もさせていただきますし、まあ、ライブ配信もね今していただいているということでどうもありがとうございます。ライブ配信のチャンネル何でしたっけ。はい、アーリーチャンネル、はい、いつもね、はい、いつもね、会見の方にも来ていただいて、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、で、まあ、今回、はい、調布市議会議員選挙、はい、挑戦をされた、はいはい、川辺美香さん、はい、はい、まあ、以前もね、私の YouTube チャンネルの方、コラボをさせていただきましたということで、まあ、何度かね、はい、お話はさせていただいて、おります。はい、今回調布市議会議員選挙候補者最年少ですかね。はい、最年少の、ね、方ですので、はい、まあ、ぜひ調布市の皆様若い方を、ね、市議会に送っていただきたいと、そう願う方、最年少川辺美香でございます。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、はい、調布市議会議員選挙、まあ、私もね、選挙4回出ておりますが、まあ、とにかく準備、本当に大変だったと思います。お疲れ様でした。はい、はい、まあ、今回政治家女子48党という、まあ、アイドルグループみたいなですね、はいはい、名前ではありますけれど、まあ、その名の通り、アイドルグループでもございますし、政治、国政政党でもございます。まあ、政治団体だったんですけども国政政党にさせていただきました。はい、まあ、アイドルグループとして活動をしているものも、まあ、おりますし、まあ、今回のように、政治家として、はい、選挙に立候補するものも多数おります。まあ、こんな感じで新しい形の政治団体、国政政党を作っていく、活動させていただいていく予定でございますので、まあ、ぜひこの機会にお見知りおきいただければと思います。はい、はい、ということで、まあ、本当にね、繰り返しになりますが、選挙立候補から、選挙戦最終日まで、本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、でもちろんまあ、今回の、ね、立候補選挙挑戦するにあたって、まあ、数多くの方々に、はい、支えていただいたと思います。本当にありがとうございました。皆様、ボランティアの皆様を、ね、はじめとする、方々のおかげで、我々、安心して活動させていただいております。本当にありがとうございます。選挙戦、ね、初日ポスター貼り、はい、雨だったですかね。はい、はい、まあ、全国的に雨だったと思います。まあ、本当にね、私も雨の中ポスター貼りしたことありますけど本当に大変だと思います。皆さん本当にねお疲れ様でございました。ということで、まあ、今回我々政治家女子48と、はい、まあ、もね、もともと、まあ、ね、我々 NHK 党でもあったんですけれど、まあ、今回ね、調布市においては、今回応援に来させていただいたのは、はい、政治家女子48と川辺美香さんでございます。まあ、どの国政政党もですね、政治団体であっても女性の候補者本当に、集めるのが大変なんですね。まあ、そんな中ね、大変な中、来ていただきましたこと本当にね、感謝申し上げます。はい、お忙しいところ来ていただきありがとうございます。はい、そうか、ハンズフリーで喋れるんですね。はい、それはなかなかね、面白い。そっちの方がいいですよね。いや、どちらでもいいですよ。いや、私もね、マイク持つことを慣れておりますので、はい、ということで、まあ、4年前はね、我々 NHK から国民を守る党という政治団体で、統一地方選挙を挑戦をさせていただきました。それがですね、まあ、4年後今回の統一地方選挙は、はい、まあ、政治家女子48党で NHK 党、そして NHK から国民を守る党、まあ、ちょっとね複雑な状態になっておりますが、
はい、4年前はあの候補者ね、あの46だったんですね、はい、でそのうち26名が当選して、まあ、その多数当選した勢いを持って、参議院選挙を臨んで、1議席獲得、そして国政政党にさせていただいたということがあります。4年前46名だった候補者、今回はですね、はい、なんと82名となって、大幅に増えました。まあ、これもね、あの特に政治家女子48党のプロジェクトで、多くの女性の方入ってきていただいたというのがありますので、まあ、その意味であの、ね、女性候補集めるの大変なんですけれど、はい、あの川辺美香さんのような方が、まあ、来ていただいて本当に、ね、あの、ありがとうございます。はい、で、まあ、私もですね、あの何度か川辺美香さんお話しさせていただいて、あと YouTube などでも、ね、あの拝見させていただいているんですけど、まあ、とにかくね、あのポジティブというか、はい、チャレンジングですね。はい、あの私もね、あのコラボの依頼も受けましたし、今回ね、はい、応援の方も、まあ、依頼いただきました。やっぱりね、あの、いや、あの結構ね、前からいただいてたんですけど、まあ、私もあのちょっと、まあ、いろいろ状況あの考えながら応援ね、あの行かせていただいておりまして、まあでもね、あの政治家の資質の一つにやっぱりね、あの、まあ、遠慮なく物事をお願いするというのはね、本当に大事な能力だと思います。その意味ではね、あの川辺美香さん非常に、素晴らしいものがあると思います。YouTube 上の、ね、活躍も拝見しておりますと、ね、あの永井秀和さんでもね、あのコラボ動画も、ね、撮影してましたし、ね、飲食店、まあ、店かなんかで、ね、対談されてましたし、それに加えて今回の選挙も応援ね、あの、来ていただいていたと思います。はい、いや本当に、まあ、そういうね、あの、まあ、あの会派というか党というか、まあ、政治団体そのものがね、あの違う方ではありますけれど、まあ、それでもそんな感じでね、応援をね、あのどんどん呼び込める、まあ、そういう人をね、あの巻き込んでいく能力って非常に大事だと思いますね。政治、まあ、数は力みたいなところはありますので、まあ、それが全てではないんですけれど、まあ、そういう意味ではもうとにかく、はい、隣におられます、川辺美香さん、ね、あのぜひあの調布市議会に行ってもですね、あの同じようにですね、まあ、数多くの方を巻き込んで、いろいろと動きを出せると思います。ご自身 の、ね、あの政策などありますあると思いますけれど、まあ、そのとにかく人を動かす力は私、ね、あの身をもって体感しておりますので、まあ、ぜひですね、調布市議会、誰に投票するのか迷っておられるという方はですね、はい、特に若い方に、チャンスを与えたいという方はぜひ、川辺美香さんで、まあ、ご投票いただけたらなと、はい、思っております。はい、ということで、まああの、はい、まあ、ちょっとあの少しだけお聞きしたいんですけれど、はい、まあ、今回ね、あの、はい、今回の選挙定数と候補者数って何人ぐらいですか？定数が28で候補者数が44名です。はい、はい、いやなかなかのね、あの激戦ですね。はい、いや、まあ、まあでもね、あのそんな中、川辺美香さん、ね、最年少でもありますし、はい、やっぱりね、あのポスターも目立つようなポスターだと思いますので、はいはい、まあ、ぜひね、あのいい戦い、まあ、勝ち抜いてほしいとは思って、おります。はい、あと、まあ、我々の活動のことを知ったきっかけを教えてもらったらと思うんですけど。あ、私はなんかインターネットの広告を拝見しまして、はいはい、ちょうどなんか自分の人生がちょっと終わってる、あのもうなんか自分の人生ダメかなと思って、自分なんかもう悟ってる時で、でも今しかないチャンスだと思って今回応募してみました。はい、ちょっとダメ元で応募したんですけど、なんかトントン拍子で今この状況になっております。で、もともと栄養士の仕事をしてたんですけど、それも辞めて今ここで一人で立ってます。あとは親の反対とかもいろいろありましたが、押し切って今ここで立ってるので、今ここで逃してしまったら、まあ、なんか私プータローになるんですよ。だからちょっと頑張りたいなと思ってるので、皆さんお力添えください。よろしくお願いいたします。あの、まあ、このようにね、あの正直にねお話しいただいて、はい、まあでもね、あの、まあ、栄養士の、ね、資格もお持ちであると思いますし、はい、まあ、あのそうか、プロフィールの方を拝見させていただいたら、はい、なんたら検定もありましたね。書道4段取得と、あと化粧品検定1級で、はい、あの、まあ、その他ね、あの水泳もお得意だったとかね。はいはいはい、
ということで、まあ、多彩なね、いろいろと、まあ、幅広い、はいはい、まあ、趣味であったり、まあ、お仕事を、ね、する方法などお持ちの川辺美香さんでございます、はい、ということで、まあ、これまで選挙戦戦ってきていかがですか？そうですね、なんか結構正解が見えないので、なんか終わりがわからないんでしょう。答えがもうどれが正解なのかわからないので、皆さんから聞いたのを全部手当たり次第いろいろ数をこなして、どれが自分が向いてるのかとか、あとどの時間帯とかどこの駅が自分に合ってるのかとか、あと、まあ、チラシの配り方とか全部やったんですけど、やっぱり本当今になってやっと分かってきたっていう感じなので、なんか今になってから分かってくるのはちょっと遅いじゃないですか。だからもうちょっと早く活動して、もっと早くそういう理解するべきだと思います。なんとも思わな、はい、どうも、はい、まあそうですね、まあ、何やるにもね、やりながら覚えていく、やりながら、あ、うまくいく、こうすればうまくいくなっていうのは、まあ、多々あることなので、はい、まあ、私もしょっちゅうそういうことはあります。はい、まあ、でもね、まあ、それなりに、ね、軌道修正もしながら、されてきたということ、まあ、でも本当にね、先ほどおっしゃったように、選挙何が正解かっていうのはすごい難しいと思うんですよね。で、その正解が分かるのがもう投開票日、当日ということで、まあ、本当にね、なかなか厳しい、ね、今回の戦い結構厳しいですね。はい、はい、まあ、そんなところなんですけれど、まあ、立花さんはね、もうとりあえず今回統治地方選挙、はい、まあ、もちろんね、その目先の結果っていうのは非常に大事だと思うんですけれど、まあ、ただそれで終わりというわけではなく、まあ、もうとにかくね、人生もそうなんですけれど、まあ、長い目で、ね、考えて欲しいなとは思います。まあ、私もね、まあ、皆さん本当に必死に戦っておられるので、まあ、私もね、自分にできることをということで、こんな形で、各種ね、応援の方、まあ、来させていただいております。本当に、まあ、できればね、全員に勝ち抜いてほしいと思っております。まあ、とにかく、まあ、今回ね、応援に来させていただいて、いただけてですね、まあ、本当にね、良かったと思います。まあ、でもね、ここ非常に話をしやすい、そんな環境ですね。本当に場所が広くて、まあ、しかもね、はい、まあ、適度に、はい、はい、自由に、はい、そうですね。私のね、こうチャンネルの方でもちょっとまた別の動画でこの辺りの様子は、はい、紹介の方させてもらいますということで、はい、はい、まあ、ぜひですね、調布市の皆様、投票用紙には川辺美香とご書きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、というわけで、まあ、私の方からはですね、はい、まあ、ぜひね、とにかく積極的な川辺美香さんを、応援させていただきました。はい、川辺美香さん、最後に何かありましたら。そうですね、未来の私に投資するつもりで、皆様の清き一票を私にいただけますと幸いです。私にチャンスをください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと一緒に政治家女子を本人にやりたい。やりましょう。はい、いいですね。はい、はい、せーの、政治家女子48党へようこそ。はい、どうもありがとうございました。写真一緒に撮ってもらってもいいですか？はい、ありがとうございました。応援演説終了させていただきます。はい、場所はですね、こんな感じに非常に広々としたところになります。最終近くにですね、NHK 党の柏木義文さんも、ね、おられますので、はい、この後応援の方行ってきます。